7月の16日日曜日です。今朝の11時、朝がもう昼の11時なんですけど、ハンナちゃんとハンナちゃんの双子の友達を紹介してくれるみたいで、山ちゃんの美味しいところに連れてってくれると言ってたので、サイエンパンっていうあの駅で降りてですね、その地域を今歩いて向かってます。お店に。おはよう、ムック。おはようございます。昨日はよく寝れた？寝れましたね。で、僕は今日こういうちょっと独特な格好をしてるんですけど、ちょっとムクノ君と一緒に作品撮りというかビデオを撮ろうということで衣装をこう用意してもらった次第です。これは今日来てですね、なんか撮れる場所でムービーを撮ろうかなっていう計画をしております。めちゃめちゃにぎわってます。3階にも、2階と3階に席があって、3階の方にしたらなんか空いてて、勝手に空いてるところに座るスタイルだと思います。リンヒョンコイっていうお店に来ました。ここ昔ながらのあのワゴンスタイルのヤムチャが食べれるお店で有名で、ものすごいにぎわってるんですけど、こうやってさっきこれ撮った何かよくわかんないけど、こういうのをワゴンから撮って、でその時にあのチェックしてもらって、でお会計するみたいな。でお茶とか何がいいか悩んでたら、適当にウーロン茶を入れられましたけど、すげえ美味しいですよ。ハンナちゃんの友達のシーサーさんです。私はチリです。You guys are learning Japanese? No. I wanna learn too. Thank you します。 Thank you. No, thank you. さみしい大好き。香港の路面電車に乗って、ホースウェイベイというところに向かってます。もう時折すごい雨が降ってきて、もう室内というかこの車内はもうジメジメがすごいんですけど、今とりあえず向かってます。バスを降りてきました。相変わらず雨降ってますね。ジメジメしてて、ちょっとなんかみんないろんなところに連れてくれるみたいです。中に入ってくるとめちゃめちゃ冷房が効いてて、この僕のタンクトップスタイルだとめちゃ寒い。あの流行ってるというバブルティー屋に来ましたけど、ショッピングモールの本屋さんに隣接してる。本屋さんはツタヤみたいで、ここのお茶屋さんはツタヤに隣接してるスタバみたいな感じですね。美味しい。シューマイ。魚蛋シューマイ。コーヒーアカデミックっていう。コーヒー屋さんに来ました。ここは結構香港の中では相当イケてるコーヒー屋ですね。とてもおしゃれな雰囲気で、コーヒーの入れ方なんかもいろいろ選べてですね。ただそういうのはちょっと値段が高かったので、普通のあのエスプレッソアメリカーノにしましたけども、非常に雰囲気は良いです。サムサイポーという駅に着きました。ここはなんか東京でいう上野とかそういう下町の雰囲気が残っている町だそうで、今から上に上がりますと。なんか昔ながらのその香港のその感じが残っているということで、さあサムサイポー、おー、ウォンカーウェイプレイス。まあ、売ってるものはこの電気街的なね。選び放題、ものすごい量です。こっちの中
ティムサーチューに戻ってきました。ここから夜のスターフェリーに乗って、香港アイランドまで行きますと。昨日も乗ったんですけど、それは昼だったので、今日は夜乗ってその夜景を見ようということで、今からスターフェリーに乗りますと。これが香港の夜景です。有名なやつです。確かにこれはすごいですね。今からスターフェリーに乗ってこの夜景を見ながら向こうの香港島に行くって感じですね。 Can you introduce about Star Ferry? Star Ferry, Star Ferry. Star Ferry. Star Ferry, this is a star. フェリーに乗ってセントラルまで来ました。セントラルに戻ってきたのかな。で今から、みんなでご飯を食べに行きます。今日日曜日だから、明日はみんな月曜日で仕事なんで、今日の夜でもうバイバイですね。いや本当長いこといろいろ連れてってくれて本当にありがたかった。レモンがもう絞られているっていう。確かに。いいね。甘い。甘い。レモン汁の中にこう浸して。あ、甘いね。確かにレモン。美味しい美味しい。但我哋都可以嗌個 hair 出嚟嘅。其實我想食。嗯。幾錯？冇冇。Try. Actually, I try once. いやいいご飯だった。美味しかったです。いい広東料理でした。多謝你香港。多謝你香港。多謝你。拜拜。というわけでワンチャイに戻ってきました。いろんなところに連れてくれて本当にありがたかったです。いろんないい場所に連れてくれてね、よかったね。さあ寝ましょうか。疲れたね。